1泊3000円以下で手配することができました。こちらがモーニングステーキの感じですね。で今私は名古屋の大須に来ておりまして、今回こちらね、名古屋の大須にあるホテルアベストという場所で宿泊しようかと思っております。こちらのホテルに関しては1泊3000円以下で手配することができました。大浴場と朝食付きのプランになっておりまして、地下鉄の大須観音駅の目の前にあるホテルになります。もうすぐ目の前にはですね、大須観音がありまして、その奥が大須商店街となっておりますので、もうどこに行くにも不自由しない場所でありますし、お店もいっぱいあるエリアになります。まあ、名古屋観光される方にとってはですね、非常に立地も良くて条件も揃っている素晴らしいホテルだと思います。早速今からチェックインをしていきたいと思います。こちらのホテルの売りは何といってもね、朝食ステーキなんですよね。宿泊しなくても980円払えば食べれるそうなんですけど、今月はなんと 1.5 倍の量に増量されているということで、なので今回ちょっとこれ面白いんじゃないかということで宿泊してみようかと思います。ということで今ホテルの方をチェックインいたしました。本当はね15時からなんですけども、まあ早く準備ができたということで14時から入れてくれました。ありがとうございます。今回こちらに501号室ということで5階の部屋になります。ということで部屋の方に入りました。もうちょっと若干荷物置いちゃって散らかってますけど、お許しください。部屋はね結構広いです。うん、ベッドもすごい大きめですし、天井もなんか高い気がします。うん、東横インとかアパに比べるとね開放感がありますね。うん、でタオルとかスリッパ、まあ、大きな鏡、冷蔵庫、まあ、この辺はまあ一般的な、ね、ビジネスホテルとあんま変わらないと思います。であと作業台ですね、テーブルがあっていろいろまあ、案内とかあったり、湯沸かしポットもお茶もあります。時計もありますね。でアメニティ類は1階のフロントで、まあ、自分でセルフサービスで持っていく感じになりますので、まあ、カミソリとか歯磨きですね、まあ、こういったものは自分で好きなものを取るという感じです。こちらがテレビですね。シャープ製の32型ぐらいのテレビですね。でベッドは一応セミダブルの部屋ということで大きめですね。一人で寝る分には相当余裕があります。でコンセントがこんな感じでアナログなんですけどもね、このベッドの横に用意されております。あとこちらがユニットバスですね。トイレと、まあ、風呂があって、若干ちょっと壁とかも年季が入ってる感じはしますけど、まあこのホテルに関しては大浴場がありますので、まあ、使うことはないかなと思います。一応シャンプーとかもそういったものも全部ありますね。それと景色ですね、まあ、こんな感じになっておりまして、こう目の前がこれ大津通りかな。まあ、このホテルの右手側ですね、ほぼ真横に大須観音がありまして、奥にはこうちょっとしたビル群が見えるという感じでございます。ホテルの目の前にはセブンイレブンもあったりして非常に便利ですね。あとはですね、このホテルの一番の売りは先ほども言いましたけどモーニングステーキということになってるんですけど、14時からこの23時までの間フリースペースでね朝食会場が開かれてまして、フリードリンクになってます。オレンジジュースとかコーヒーとかお茶とかそういったものもあって、漫画も最新刊が全部用意されているとさっき説明受けましたので、まあ、ご自由にお使いくださいということ、これはありがたいですね。作業もできるということになっていて、あとはなんだこれは、天然ハーブの消臭スプレーとかありますね。ということで、まあこんな感じで部屋の紹介は終わりたいと思います。この後ですね、まだだいぶ時間がありますんで、まあ、大須商店街、ね、せっかく来たんでちょっとブラブラしつつご飯食べたりで、また戻ってきて部屋でゆっくりしたりね、まあ、下のフリースペースでフリードリンクなんでね、ジュースでも飲みながら作業したりとか、あと大浴場に入ってゆっくりしたいと思います。ホテルの近くにベトナム料理屋さんがあるんでね、そちらでちょっとテイクアウトしてホテルで今日は食べようかと思います。こちらですね、こちらのベトナムキッチンというお店でバインミーをね食べようかと思ってるんですよね。これ570円、まあ、この辺のものをちょっと買ってホテルで食べようと思います。お持ち帰りできますか？できます。テイクアウトでバインミーください。一番人気はこのバインミーミックスですか？はい、そうです。あ、じゃあこれを一つください。はい、一つですね。620円ですね。はい、620円です。はい、お願いします。
あとはこんな感じです。スターフルーツかな。あんま見たことないようなものが売ってますね。これパクチーか。すごい本格的で、これ今ね、オースでもかなりの人気のベトナム料理屋さんですね。あ、ランブータンもあるんだ。すごい。この牛丸っていうのもね、すごい。このランブータンって確かタイでンゴって言うんですよね。違ったかな。ありがとうございます。ということで、出来たてのバインミーめっちゃ楽しみですね。まあ明日の朝ステーキなんで、今日はこれぐらいで抑えておきたいと思います。はい、ということでこちらがフリースペースですね。まあ、朝食会場にもなっている場所で、はい、こんな感じで漫画もいっぱいありますね。自由に読んでいいです。あとはこんな感じでオレンジジュースとか、まあ、お茶とか水とか、あとはあれですね、コーヒーマシンもあったりします。これはありがたい。まあ、こういった、ね、フリースペースも宿泊した方は、使えるということで、まあ、ここはね、ステーキ屋さんとしても活用しているフロアなので、まあ、お店とほとんど変わらないですね。まあ、それでこういったオレンジジュースとかコーヒーとかも飲み放題なんで、ここでゆっくりするのもありなんじゃないかなと思います。ちょっとオレンジジュースいただきます。うん、あ、美味しい。今のところ僕しかこのフロアいないので、貸し切りみたいな感じになってますけど、非常にくつろげますね。うん、このサービスですごいのは、この、ね、先ほども言いましたけど、漫画がね、まあ、最新刊から全て揃ってると説明あったんですけども、客室内に、ね、持ち込んでもいいんですね。まあ、フロントに言わないといけないですけど、これはすごいな。こんなサービス見たことない。今から大浴場の方に行きたいと思います。大浴場がある2階に来ました。なんか作りが一気に豪華になりましたね。こちらの羽の湯かな、はい、こんな感じになっておりまして、入り口にはランドリーとか自販機がありますね。それでは早速温泉に入ってきます。で、今お風呂の方入ってきたんですけども、めちゃくちゃ良かったですね。これはびっくりしました。おそらく改装したのかな。中もめちゃくちゃ綺麗で広くて、今風の本当にスーパー銭湯のお風呂みたいな感じで、これちょっとびっくりしました。かなりこれはポイント高いですね。お客さんが結構入ってたので、なかなかちょっと紹介することはできなかったですけども、まあ一泊3000円であれだけのお風呂が入れれば、まあ十分かなと思います。今から晩ご飯を食べようかなと思うんですけど、先ほどね、ベトナムキッチンという、まあ、大水のベトナム料理屋さんでテイクアウトしてきたこのバインミーをね、食べようかと思います。懐かしいですね。まあ、ベトナム行った時、この路上とかでよくバインミー売ってたりとか、あとなんだっけな、なんとかペンタイン市場思い出した。そう、ペンタイン市場のホーチミンのね、中でもこういっぱい売ってますよね。はい、パクチー私好きじゃないんですけど、多分入ってますね。まあいいや、ちょっとぐらいなら食べれるんで。こちらがベトナムキッチンのバインミー、屋台の風味をそのまま再現。いいですね。こういうの大好きです。広島にもあるんだ。へえ。名古屋の大須店と広島の横川店。へえ、すごいな。こっちはベトナム語で書いてありますね。ということで開けてみたいと思います。結構でかいんだよな。わ、すごいでかい。こんな感じになっております。これね、フランスパンなんですよね。そう、ベトナムは確かのフランスの植民地だったということで、このフランスパンをよく食べるということでね、まあ、この中にいろいろパクチーとか何が入ってるんだっけ、ちょっと開けちゃいますね。ハムとかパクチー、野菜、その他もろもろ入ってて、まあ独特のこの東南アジアの味付けがされているサンドイッチですね。バインミーいただきます。うん、本当に一日の野菜が全部取れそうな感じで、人参とか、うん、いっぱい入ってますし、うん、でもやっぱり味付けは日本人に合うように多分、うん、変えられてるんじゃないかなと思いますね。自分がベトナムで食べた時はもうちょっときなんかきつかった感じします。パンもね、硬いは硬いんですけども、そんなに歯が痛くなるくらい硬くはなく、食べやすくて、手でもまあちぎれるっちは、うん、手でもこんな風に裂けるぐらいなんで、ベトナムで食べたやつはね、もう本当にカチカチだったんですよね。まああれはあれで美味しいんですけど、うん、あ、でもやっぱりこうほのかに、まあ、独特な
東南アジアの料理のね、まあこれ、ね、魚醤ナンプラーとか使ってるのかな、うん、ちょっと詳しくは分かんないけど、口の中でふわっと広がりますね。まあ基本的には今ベトナムに旅行行くっていうのは不可能だと思いますから、こういうので満喫するっていうのもありだと思います。はい、非常に美味しいです。部屋から見るこの名古屋の夕焼け、意外に綺麗ですね。皆さんおはようございます。今から朝食モーニングステーキを食べに行きたいと思います。朝食会場に入りました。飲み物はあんな感じでセルフサービスになってますけど、他のご飯とかサラダとかパンとかそういったものは欲しい分だけ注文するという感じで、食べ放題ではありますけど、そのようなシステムでやっているそうです。はい、ということでこちらがモーニングステーキです。他にもライスとかスープとかサラダとかありまして、まあ、お肉はおかわりできないけど、こちらのものは全ておかわりできるそうです。いや、すごいな、結構美味しそうです。こんな感じですね。とても美味しそうです。いただきます。うん。うん。めちゃくちゃ美味しい。うん。あ、思ったよりもちゃんと本格的な美味しいステーキの味がしますね。かなりジューシーで美味しい。まあ基本的には雰囲気がいきなりステーキとかやっぱりステーキの感じがしますよね。鉄板のこの雰囲気というか、でこういったサラダとかも非常に美味しいですし、ね、朝からがっつり食べれる人にとっては非常にいい朝食ではないでしょうか。もう意外に朝からステーキペロッと食べれますね。ホテルの方チェックアウトいたしました。このホテルの一番の売りは朝からね、あの鉄板でジュージュー焼かれて運ばれてくるステーキだと思いますね。朝食でいただくことができて、あ、なんか面白い体験ができたんじゃないかなと思います。まだ宿泊料金の方も1泊3000円以下、しかもこの土日ですよ、土日で1泊3000円以下で、宿泊できて朝食もついて大浴場もあってもう言うことなしですね。奥にはね、もう地下鉄の大須観音駅がありますから、非常に立地も良くて行動しやすい場所、観光しやすい場所にあってこの値段ということで、まあ、GoTo トラベルの割引を受けての値段ですけど、まあ、よかったら名古屋観光される予定のある方、また仕事で利用される予定のある方はですね、使ってみるのはありなんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。